はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやってきます。イベルタルをちょっとなんかねランクマッチで使いたいなと思って用意してきたんですけども、イベルでダイヤマック切れば比較的僕勝てそうな雰囲気はあるんだけど、いろいろ戦術のパターンを考えて、ただね、めんどくさいのはガブなんじゃないかな。イベルダイナって両方投げた時ガブがまあまあ重い話もあって、イベルはできればただこれ後ろから通したいかな。そういう意味だとダイナ早めに投げたいんだけど、メタモンから入っても全然いいっちゃいいんだけどな。これメタモンイベルダイナって投げてもいいし、はっきり言ってラッキーを絡めるのは全然ありなんだよね。それかドヒドなんか、いやドヒドはでもちょっと役割対象があまりに薄いな。メタモンイベルダイナの宇宙戦術でいきますか。所定したいだと思うんだけど、バドカザシアンから来ると思うんだよね。ガブから来てもメタモンから入ってく分には僕そんなに悪くないから、でダイマはイベルの後発で切りたいから、難しいのがね、受けにプラスイベルって言ってもイベルがね遅いんだよね、素早さが。そこはちょっといまいちなんだけど、でガブから来て僕イベルから入ってダイマ切ってもちょっと微妙になるから、削った後でダイマ切りたいんだよな。あとガブの型を見ておきたくて。このタイプか。おとなしく自信打っとくのが安定だと思うけどね。多分相手はステロ巻きかな。で、サンダー出てくる分には僕、ダイマ切って切り返すルートがあるのと、そもそもいないと相手自信が結構一貫してるから。前まで僕タスキバドレックスを使ってたんだけど、これステロにね非常に弱いという欠点があって難しいなと思ってたんですけど、イベルはイベルもステロに弱いは弱いんだけど、助けを失ったバドレックスは致命的ではないんだよね。ダイマックスで幅広く打ち合えるポケモンだからと思ったらゲロゲか。これラスト誰だ。どっちにしてもでもこれ多分僕メタモン残すと勝てるな。ダイナ引きで、ゲロゲは型を見ないことには全く始まらないんだけど、地面技が飛んできても全然おかしくないのは分かってて、ダイマ切ってくる。ストリームじゃないかな、十中八九。ただね、僕も後ろからスイスイゲロゲ返せるからね、ダイマ切るなら十中八九ストリームだと思ってよくて、ストリーマー来たね。ここね、アース読みでイベル投げる話5ミリぐらいあるんだよね。で、僕がイベル選出してんの毎日さすがに分かってるはずだから、ダイマックスを打ちたいけどな。ダイナ失った場合がナットはいける、ザシアンもいける、バドーもいける、サンダーだとあれなんだけど、こだわってるったから僕のあの状態のガブにサンダー相手投げても別に良かったんだよな。でガブ釣り直すとかっていう動き取れたはずだから、多分ダイナ切りで大丈夫。遊んでくるか、さすがに。ここねイベリ読みでストリームとか押してくるんだったらダイマックスを刺さってたんだけど、今回はちょっとしょうがないかな。イベルダイナーはね、氷技が一貫するのがめちゃくちゃきついかな。昔使ってたことあるんだけど、ヒヒダルマとかが死ぬほど重くて、だから構築に水タイプが絶対必須になるから、氷技をに対して強い。ただ氷技ってね、だるまみたいな物流もいれば特殊型もいたりするから、そこはちょっとね難しいポイントではあるんだけど、ここはウォールからでいいですね。で、ゲロゲ引いてくるんだったら、次僕ジェット打つつもりなんだけど、そこでザシャンとか投げてくるんだったら、ただメタモンでプラニになったらさすがに居住居住とかで取れるんじゃないかな。
あ、ステロをね任せないのが本当はイベルは一番いいんだけど、ガブとかいうちょっと早いやつでステロ巻かれちゃうと止めようがないからね。僕も色が小さくなる。だこれ僕少なくともここから2回動いてジェットアークは誰かしらに入れれるのがめちゃくちゃ強くて、多分これゲロゲ飛ぶんすよ。アクブレーン物理か。で裏がザシアンなら勝ち、サンダーならアークぶち込んで、マジで言ってる耐えるんかお前。これねちょっとめんどくさくなったな。晴らしておいた方がいい話ある？そんな変わんない気がするけどな。落ちるんかーい、落ちるんかーい。ゲロゲも落ちる。まあでも裏雑誌なんだと思うけどな。バズったら同速勝負すればいいんだけど、この手のバドはスカーフだと相場が決まってて、つかゲロゲクソ強かったな。アーク打たなかった僕は前からジェットで飛ぶと思ってたけどな。んこれは負けだねさすがに。ナットかラスト、うーん僕先日何が正解だった。結果論だけで言えばランドから入った方が良かったのかな。あのゲロゲに対して僕引けないからな。いやー試合結果がどうすればよかったか全部結果論でしかないな。はい続けて2戦目やってきます。もうさっきの試合あれだね、あのリュウゼンってさあの劉備の息子なんよ。三国志のさあの職をねのまあ最後のこう大将っていうかそんな感じの親がまあ結構すごかったんだけど、こう典型的な親の七光でグッていってこうダメになる息子のボンクラ息子をね一人なんですけど、そういう人に負けてしまうの悲しいですね。ね、とりあえず選出だけ決めるか。イベルから入って、いや結局相手の選出次第なんだよなまあラッキーは投げていいかな、ウツロイドを考えると。でそうすると相手の雑誌に対して僕引けないと多分話にならないから、まあダイナからドヒドって話になるんだけど、いやちょっと無理あるな。ラッキーと雑誌対面した瞬間ゲーム終わりなんだよな。ドヒド投げてもさ遅すぎ、いやー結局バドしかないんだよなやっぱ雑誌に勝とうと思ったらバドしかないんだよな。だからラッキーを投げる話が多分まずないのか。イベルから入って結局イベルダイナメタモンみたいな選出になっちゃうけどな。でもこれ初手相手雑誌から来てるだけで僕負けるんだよな。あ僕ねこのルールね、いやでも僕がなんかそういう構築しか作れないんだけどさ、作れてないのがあれなんだけどさ、結局相手の選出と型次第みたいなさ、いやまあどう試合もそうなのかもしんないけど、そのなんて言うんだろう、こうあーこれ負けだね。メタモンから入んなきゃダメだったかな。いろいろケアして動いてくれるとも思えないので、ここ何打つのが正解なんだ。アークで飛ぶかな。いやもうこれさ僕ラッキー投げてザシャンと対面したらその瞬間次引けないからさ、じゃあまあラッキーの拾って投げたらっていう話あるんだけど、それはワイプで終わるしなとかって考えて結局なんか何も選出まとまんなくなっちゃった。
発でぶっ飛ばしてくんないかな。なんか8つないってさ、本当にあれだよな、答えがなんかたどり着けないって答えが存在しないよね。8世代以外知らんからあれなんだけど、まあ、このゲーム自体がそういうゲームなのかもしれないけど、答えがないっていうか、なんか、うん、答えがないっていうのが一番合ってんのかな、表現として。まあ、全部結果論でしかないんだよな。雑誌出てくるよね。これでも僕雑誌パクればなんかまだ微妙にワンチャンあったりすんのがさ、どうなんかなって感じするけど、まあでも僕だけ大魔失ってるしな、ちょっと辛いよな。イベルナー素早さ取得者あと2あるだけで世界変わってたんだけどな。いや、イベル別に弱くないんだけど、僕が使えてないだけ。いや、もう本当に早くこうここまで自分がね思うようにゲームができないルール終わってほしいな。8代もう終わっていいな、本当に。なんかもう消化時代感否めない、早く終わってほしい。技構成、ああこれだったんだ。まあこれだったらドヒド投げて削っても結局あれかな、裏で一貫取れ、裏が遅すぎて一貫取れないからバド投げてないと成立してなかったんだけど。ちなみになんかちょっといける雰囲気出てたね。本当にこれだからなんかね、あのなんて言うんだろう、考えてゲームをしてる感じが全くしない。これでイベルか裏、もう本当に勝った実感ないんだよこういう勝ち方。なんもなんかよくわからんうちに終わったみたいな、そんな感じないよな。プラニだから多分さすがに飛ぶと思うんだよね。おお、これって何もなんかないじゃん。僕が雑魚くてさ低い順位にいるからなのかな、上位ではもっとハイレベルな戦いしてんのかな。このルールで上位にいたことないからわかんないわ。なんか勝ったけど何もなんか根拠がないもん、勝ったことに対して。難しすぎるマジで普通にダメだマジでまあお疲れ、ジジイ。